なんかもう今何曜日なのかが分からなくなって、パラちゃんこんばんは、おしくんこんばんは、ビコビコ言われた、あなたはビコだよ、キュービン、ビコ、何しようとしたんだっけ、あヘアピンヘアピン、ほしくん、さっちゃんかわいい、やったー、さっちゃんだよ、今日もね、今日も明日もさっちゃんです、うん、パンダちゃんソロ、あソロソロ写メ送るよ、パンダちゃんにありがとう、特典頼んでくれて感謝感激、水パパ今日行きたかったね、今日ね、今日なんかすごかった、浮世もあったしね、笹川さん主人公やってきた、主人公だった、ほい、まあ 200% キラ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 さちゃん、そうメールの内容にお答えした、お悩み解決キラ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 輝いてた、今日輝けたかな、ちゃんと輝けたかな、ひならた、いやーいやー来てくれてありがとうパンちゃんペア決められなかった、誰だろう、誰でもペアになりますよ、うんうん、みんなと話すから、誰、お好きな人と組み合わせてください、のびね、今日もおむかれ様、おむかれさんおむかれ食べたい、のびこんばんざい、おむかれ様、つかちゃん、痩せた、痩せたかな、痩せてたらいいんだけど、でまだほっぺムチムチ、うん、たなちゃんなんかバレてましたね、あバレてました君、あ投票する人と間違えた、変なとこしてた、決められなかった、水パパ23時にライブやってくれれば間に合ったのにもう閉店しとる、みんな帰れなくなるやろ、浮世音源化希望、それ本当に今日リマとも話してた、もう本当に浮世和音源化してほしいって、中太郎お疲れ様です、こんばんざーい、江戸川ひろき今日も可愛いですね、ありがとう、褒めてくれるの、パーちゃん昨日のトークポットもありがとう、こちらこそありがとう、足軽ジャパン社だった、まあ、ありがとう、お悩み相談コーナーに投稿してみてよかったいつからそんなコーナーやってたっけここだけメール、うん、でもいつでもお悩み相談してきていいよ、みんな解決できるか分かんないけど、タンタンティーこんばんざーい、シカちゃんこんばんざーい、まあ輝いてた、どこにいてもさっちゃんが一番輝いてみ、いやーよかった、輝けてたみたい、でもみんなやっぱり推しメンが一番輝いて見えるよね、それはそう、キラ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 、ひなまだ仕上がって、仕上がってないの、いつ仕上がるの前腕、自分もマジ腕本当に、腕本当ぷぷよ、腕脂肪で太い、引き締まりたい腕、かけちゃんこんばんは、お疲れ様です、うんうん、お疲れ様、来てくれた配信、やだやだやだ
さんめちゃくちゃ可愛くなった。嘘。やった。なってる？なってる？慣れてる？目ささしかってなってて超える。ああなるほどね、そういうことか。じゃあ今度目ささだ。全曲公演私、いや本当に全曲アルバム出したい、出したい、出てほしい。でもいっぱいレコーディングしなきゃ。今日のメイクの感じとても好きだった。嘘、どんな感じだろう今日のメイクの感じ。自分でもどんな感じかよくわかんない。すいてすいてあーあそうか、寝るのか、おやすみ。猫正座して待って寝かった。うわあぐらかいた、足伸ばしてた。パルちゃん名古屋遠征の写メ本日、おお、みんなにね届いたっぽい、よかった。水パパお悩み相談しますパッパがする、みんなのお悩み募集。ジュンヤさあさあさあ、ジュンヤ今日いた、イエイ。つかちゃん顔めっちゃ細くなってる。そうなんだそうなんだって言ってた自分で。なってんのかな、慣れてるのかな。久々に見たりするとなんか違いわかんのかもね。めちゃいい女やねって、進化できてる、できてるかな、まあ今日一緒に来てたから。うん、美里ちゃんツイッターでいつも見てるから本物のサスさんだって思って。いいな、うちも美里ちゃんともお話ししてみたかった。お友達一生来てくれてありがとうね。お友達紹介キャンペーンあればいいのに、ありがとう。マオ何ダベにキュンとしてんのキュンとしたの。パンダちゃん昨日アクスタとして書き始めただって。うん、いっぱい届いた、幸せで。またね今日頼んでくれたシャメとか届くからね。パパラジオそろそろ、ああラジオ待って、今日あのラジオあれ、今日かけちゃんおしめジュメイサ、ジュメイサ未だに言ってるのかけちゃんしかおらんのよけいちゃんだ、どうもけいちゃん、あの最近めっちゃ睡眠できてます警察いらず。まあ家系ラーメン頭かかった、いい意味でね、いい意味でなんどういうことだよ。かけちゃんなってるなってる、さらに惚れた本当に。配信はあれか、いつも遅い時間だと寝てるから来れないのか。パンダちゃん次やるなら名刺されなしはアイリハルナ、アイリハルナ高身長ペア。水パパ好き好き大好きやんちかちゃん日付越したら一節にいたか3番台、うん、ダウンロードしてして、いろんな曲入ってるから。新月が AB 入ってる2パターン。じゃあいや声出しでスタンディングだった楽しいね。そうみんな声出てたねみんなの声を聞いた。みこいつものことかしてボーン車で走ってるでしょ。その分久々に見た。今たくさんすいてるけどまだまだってこと、まだまだまだ上いけるよ、まだもっといける。
君にはその素質があるとも、うん、もっとすくの応援してる。パラちゃんかわいいわ。じゃあ優しさに自分見つけてもらえた。え、見つけてるよいつも。え、今日そう、あの物販終わる時らへんにめっちゃ隅っこにいたでしょ。めっちゃこうじーって見てたんだけど、手振ろうかなって思ったんだけど、でも分かんない、笹川が見てたのに多分気づいてなかった。気づいてた。パラちゃん何かあってもさちゃんのこと嫌いに、嫌ならんといて。嫌いになられたらちょっと悲しいんじゃん。やっぱ進化してるので惚れとるんです。そっか、進化してたわ。はい、分かった、安心した。アク先生、さっちゃんのターン。そうだよ、ずっと俺のターン。笹川笹のターン。火曜日だからね。ひろきずっと踏ん張って笑顔見せてきた。スイレンカのおじさんめっちゃ好き。あ、合ってる合ってる。浮世若ね、うん、歌詞合ってる。水蓮花今日も歌いました。浮世若、うん、もうちゃんと表現できてたかな。あ、いつもそこのおじさび緊張しちゃう。バラスしばらくトークポッドできないんて。ああ、そう、あれでしょ、入院。パパあれなん、やばい、そっか今日か、あれお知らせしてた、見落としてたか。告知、告知、まあダベキュンとしちゃった。まあまあ笹川には嫉妬するのに、リマさんのことも好きだべって書いてあった。うん、けいちゃんマイク、あ、そう、マイク表作んのこれから。いつも見られてる、やば、監視カメラついてるかな。コンポタかわいい。コンポタケシ、タケシ、タケシ、これあれか、定型文か。え、待って、ちょっと一瞬画面止まると思う。すいません、お待たせ。パナちゃん長野の時、え、な、何、ごめん、ん、アニャ今日来てた、お疲れ、ありがとう来てくれて。夜勤明けだったのか、お疲れ様だね、しっかり寝てや。明日も仕事止まりなので、あら大変だスケジュール。寝ましょう、それはゆっくり。お休みだね、お疲れ様だね。リコめっちゃ飛んでる。モティ、モティも来てくれてる、こんばんモティ。謎にすごい好き。へー、わ、もう食べ使おうかな。うん、軽率じゃん。うん、ちょっと嫉妬しととか言ってねえし、思ってねえし、全然。こっちのルームですよ、横浜川崎ライブ、またいくつかある。じゃあ終わりの方は登坂さんと、あ、そう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 、一緒にいた隅っこで。うん、結構しばらく見てたんだけど、あら、すく素質がある、でもみんなに聞き取ってもらえてなかった。
アク先生好きな振付師さんのダンス動画見たら公式配信そうよ始まった。そうもともと15分から予定だったんだけどちょっと遅らせちゃってごめんね。やべえと思って思い出した。まあ浮世和がとても良かった。よかった。ちょっと毎回こうライブ動画をこう感情出したいなっていうのをちょっと今日どうだったかな。また後でライブ動画見よう。でも浮世和かいや闇心の闇というかなんかいろいろなものを抱えてる時ほどうまくいくと思ってるので抱えがち一つじゃない、でもみんなにこう当てはまるところとかあるんじゃないかな。葛藤とか、聞いてみてほしい。この歌似てないよ。分かったもんね。ダブって最初に言った人なの。お疲れ様でした。ありがとう。やっぱパパ誕生日だったんだよね。おめでとう。過ぎちゃったけどおめでとうって直接言えてなかったからおめでとう。アク先生ダブって中井くん、そうなんだ。まあさ中井くんが好きなのかまんは。ラプタンこんばんざーい。今日も顔見れた。今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。うちもラプタの YouTube の動画ねちらっとね見させていただいたんだよってうちもコードドラゴンブラッド前ちょっとやってた。今ね今背景とかビジュアルが綺麗すぎてね MMORPG 好きなんですけどやってた。まあかわいすぎる。それ以上何も言わないで思うような。待ってマオはいいの。マオはサッサさんだってでもうちは重い人になりたくないから重い人にならない。ナビマイク用作りも頑張ってな。頑張る。ムーさんに行けるかな。マイク決まってるのでそんなに変更とか。でもたまにリリーブでもそうその日行ってみてちょっと1本調子が悪くてみたいなで急遽7本から6本になったりとかもあるんで、そうなるとうわーってなっちゃう。てんやわんや。ラプタン今日の瀬戸り最高ですよ。おーよかった。生きててよかったすごいそんな言ってもらえて。瀬戸りラプタン的に良い瀬戸りでした。まあそれで言うと中井くんの器とか持ってるくらいには好きですちょっとダベ積極的に使っていこう。ダベラプタンさっさイケメンでした。やったー。ラーメンつけ麺僕イケメンやっぱでも中井くんだけな変なカノエコが聞こえなかったというより本能的にまさかまさかそんなはずはないまさか推しメンが。なるほどな。似てなくていいよ。似てたら特定されちゃうから似てないリコライブ行ったのシャイボーイか。お顔拝見してみたい。見たい。そうでしょ。まさかのカミングアウト。カミングアウト。そう、気になってた YouTube。YouTube チャンネル。いいな、バンザイジャパンでもなんか実況とかやりたい。ゲーム好きなメンバーが何人かいるから。自分はああいうなんだっけエーペックスとか
そういうのは甘えないんだけど、もう本当にソロで楽しむ。結構そういうのやってるメンバー、葵はもうめっちゃやってるの。あとマリアはめっちゃスプラトゥーンやってる。まあゲーム部作りたい。タカペこんばんは。自分に似てるアバターを、自分に似てるアバター、この笹がアバター。軽い人はなんかちょっと違うんだよな。軽い人は軽い人で嫌なんだよな。なんか言葉的に聞きたかった。バンザイファイターと演技がいい。え、その2つ好きなの。新曲、今日はなんだっけ、浮世絵かバンザイファイター、十人十色、演技がいい町。陰キャ、高みでもある、うん、っていう言葉なんか好きじゃないんだな。そう、来れなかったから人権ないとか言わないで、皆さんにお願い。アドリブ詰め込みが、でも今日そう、なんかもともと考え言おうと思ってた尺で練習してたんだけど、そこはなんかその前の歌ありとかぶっちゃうから、ここちょっと上げて、ってそこで知って、結構顔面ももならない人だから、フルフェイスのヘルメットかぶっていくたらビコン。 BG ゲーム部格ゲー担当。確かに格ゲーもね、格ゲー誰かやる人いるかな。ジョジョの格ゲーはめちゃやったことあるけど。佐賀君、今初ポジで張り切ってアドリブ、こんなね、可愛いねってなる。でももっとねやりたい、もっとなんかいろいろ言いたいのもある。前半のセリフもやりたいな。まあ日本語難しいね。よし、よしって言えばいいと思ってる。日本語、いや日本語本当難しいんだよ。でずっとピョンピョンしてました。大好きな曲、浮世和歌も大好き大好き。アクセンス、私は人権派って標榜する種類の人間の方が生理的無理だよ。へへ、いや気持ち、こんばんざーい。今日チェキ取ってくれた、感謝。結構通報されてば、新潟弁出た。でこの時、この時のアバター、誰かの、どこかの配信者さんのやつ。あとこれは佐渡金山の金かな。あ、佐渡金山って書いてあった。めっちゃ気になる。なすごい新潟感出てるアバター集めたいんだよね。パパ、ジュジュの格ゲーやりに行こう。置いてあるとこあるの、あれ未だに。ふみさんのジュゲム唱えちゃうってぐらいわけわかんないで作ります。おお、どんな動画か気になる。マット。こちら、すぐ憲法持ち出す人って人権要項があると。席も取れてよかった、ありがとう。本当に今日寂しだったから、とても感謝。うん、ユーチームがいる。全然こそっとしてないこそだ。まあ言えばいいと思ってる問題多すぎじゃない。多いよ、うん。かいねーと、まおはかいねーと、ダメだよ、語彙力増やしてこってのこと言えないけど。教えない、次は教えない。コスプレ、何のコスプレ？
リズボは今年ずっとやってた格ゲーが復刻するから。ほう、何のやつ？ストリートファイター KOF ではないやつかな。まこちゃん、ふみさんのアドリブは意味わからなくて理解できないのか、うまく聞き取れないのか判断する。でもあれ結構やっぱり聞き取れないよね、音楽流れてると。そう、あれじゃ今でもガチで、おー、あれすごいグラフィックが綺麗なんだよな、ジョジョの格ゲー。ラプタンバンドジャパンメンバー紹介の動画の予定ですありがたすぎる、紹介してくれるの、バンドジャパン紹介して、楽しみやな、絶対見に行く。ビコ名前とか分からんけど別の配信の人、誰だろう。やすなり今やった夜飯、もう日付超えちゃったよね、日付今何時だ、0時19分、もう30分配信してた。そうだよね、確かに仕事遅めに終わる人とかさ、そうだよ、飲食店閉まってるもんな。しかちゃん、明日在宅ワークになったからトモスに混ぜるシェイク、おお、やったー、ルレクチェ、ルレクチェですよ、ルレクチェお願いしますって言ってね。なんでなんで、みんなモスの混ぜるシェイク飲みに行って、第2弾終わる前に、5月の中旬ぐらいまで、まあ、まだもうちょっとやってるか。まあ気づいてないかもしれないけど、出会った時から来るかうそそうそそ気づいてた、うん、あと記憶、キャッ、記憶今日来なかったね。あー、メルブラ知ってる、やったことはないけど。だからペスレ違い気味のささん、そうなんだよ、25日、そう、笹川名古屋にいる、名古屋なんだよ。でも東京でもライブはある。そう、うん、トキのアバター4種類もあんの、めっちゃあるやん。でもそう、トキ書こうかなって悩んだ、アバター作るとき。いつもペットショップ禁止でやるペットショップ強い、あいつは強い。うーん、教えないがまたちょっとよくわかんないこと言ってる正直。アクセス最近息切れしてきたから、適度な軽さをキープしたいと、服部さん声を聞いて思うなど。適度な軽さ、軽さ、軽さ、物理的な軽さ。いいな、深夜にラーメン食べられる長野は神だったな。長野すごい、あ、確かに深夜ラーメン食べてたわ。うわ、罪深、深夜ラーメン、深夜の餃子食べたい。ダメだ、そんな話したら食べたくなるからダメだ。まあ、モスのマナーケシール、シールやってんの、それ初知りなんだけどあ、シールってあれか、なんかそういうポイントみたいなのかと思った、あのシールね、混ぜるシェイクのあれ以上どこに貼るん。ルレクチェ噛む自信しかない、大丈夫、ルレクチェ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 、いっぱい練習して、ルレクチェ。あこちゃん、ルレクチェのシール貼る場所があるとさちゃん指摘される指摘カメラ、カメラは覆っちゃダメです。タカペ、あれ、インキャ、インキャだったの、タカペ。でも大丈夫、笹川もインキャだから。25日、横浜サウザンドクラブ、あー横浜か、
え、待って、25日バンザイジャパン、あれか、大手町三井ホールと室町三井ホールの日だ。まあ私最近までバチバチに成長してると思ってた。成長あんまり、さす、いやでも笹川が見れてないだけかな。笹川の前だとちょっと多分語彙力失われちゃうのかな、ね、多分実際もっと成長してるのかもね。びっこ、これ佐渡かと思って見たらそうだったから。佐渡の人、どこの人やろ。まあ正味、今日は記憶来ないと思ったここで来る記憶じゃないどこで来るんじゃあメルブラス、メルティーブラッド、あれ合ってる、全国レベル。うん、こんばんざーい。フットワークの軽さ、あ、そういう軽いか、なるほどなるほど。はい、イコールいつもいると当たり前に思われるのが親戚。いやそれはそう、うん、しんどい。いつパパ、今年の目標、さっさと徐々に未来の遺産やる。茶化で来るか。うちはやっぱバニラアイス使いたいけどな。ピコ、ちょいちょいアバター変えてるから他の時にも変える。でもその金ある時いいな。まあシール集めるの好きだからいいです。あ、 PC ね、ノート PC とか、なんかいろんなステッカーとか貼りがち。これはね、1枚、これで重ね着風な1枚。わーい、腕、腕が太いんじゃ。アク先生、どっちの三井か知らんけど、25日の早い方は大手町、なんか時間変更あって大手町になった。そちゃん予約してくれんの、してくれるんか、ありがとう、とても。26月曜の午前中から、あ、頑張るマンだ。じゃあ25日、もしまたこれそうだったらリップして。あ、でも全然リップなくても、もしあれだったら、よく入れといて OK だったらリップするお手間かかっちゃうから、今ここで入れとくけど、確定だったら。まあほぼさちゃんとしか話してないけど、成長の成果どこへ出してる仕事では出てる、出てんのかな。いつもこの時間にコーラに、あー、コーラじゃないコーラにバニラアイスのっけて食べちゃってる。あー、おしゃれなことして、コーラフロートってやつだ、それは俗に言う。おしゃれじゃん。あ、うちこれ飲もうと思って持ってきてたのに、長野でいただいた、喉乾いたから、なんかさっぱりしたの飲みたいなと思って、長野でいただいたワイナリーこだわりのグレープジュース、プレミアムホワイト。これはね、あのワインとかじゃなくてね、ジュースなんで 100% だよ、 100% ナイアガラマスカット、ソービニヨンブラン、シャルドネ、セミヨンブレンドしました。なんかすごいオシャンティ、オシャンティグレープジュースです。うん、めっちゃマスカット、おしゃれな、おしゃれな味する、すごい、うまっ、
そう、マスカット好きなんだよね。普通のブドウも好きだけど。うまい。ビタミン C もいっぱい入ってる。明日お肌キラキラやわ。ミコ、これに固定しとこか。え、でも変えてもいいよ。青子使いで1位2位におる。ウィズさんだ、ウィズさん。バニラアイス。なこちゃん自分の美貌。あ、オッケー。確かに待ってる。まあ私生活では割と流暢に喋る。いや聞きてえなそれ。聞きたい。なんとなくかぶってみた。特典会で推し面からマスクが取れた日には何もいい。ずっとマスクしてよ、喋ってほしいから。喋って喋ってもっと。ストーム 100% ジュース。そう、 100% のジュース大好き。絶対なんかそういう果物系のジュース飲むときはなんかこう果汁何十パーセントとかじゃなくて 100% がいい。オレンジジュースとかそういうのも。パイナップルジュース好き。なんか 100% のジュース飲むと顔が飲むとってなっちゃう。なんかならん、なんかこうじわってくる感じ。うんうんってなる。オシャンティ、オシャンティでしょ。いいでしょ。おしゃれな笹が笹になった。あこちゃん前もリンゴジュース持って歩いたから一日重かった。1リットル。リンゴジュース、やっぱ長野と言ったらやっぱリンゴのイメージ強いよね。マチ棒みたい、これなんか。なんかパーカーフードあると被りたくなる。シカちゃん絶対美味しいやつだよ。うん、うまい、言わずもがな。ナイアガラいっぱいあるんだね。え、あ、え、マスカット、白ぶどうのことをマスカットっていうわけじゃなくて、マスカットは品種なんだね。ナイアガラマスカットなんとかなんとかなんとかをブレンドしましたって書いてるから、てっきりマスカット、白ぶどうは全部のことをマスカットって呼ぶのかなと思ってた。そういうことか。ナイアガラ種、マスカット種。え？え？お肌キラキラサちゃん会いたいので明日のリリーフ22時まで。ちょっとお店追い出されちゃうかな。ちょっとね、ビタミン C 反映させるの早すぎて天才。そう、天才だからね、ビタミン C もすぐねお肌に速攻で反映される。すごいでしょ天才。褒めて。サマス、半蔵さん、魔女っ子のコスプレがめっちゃ似合いそう。あ、前ねキキやったことあるよ、魔女宅の。教えない、最近ビジュアル系の配信ばっかり見ていて思ったけど、やっぱし笹川くんイケメンさん慣れてるかな。まあお仕事ご一緒できた際には、あ、よろしくお願いいたします。その際にはあの流暢にお話をする真央さんが見られるということで、という認識でお間違いないですかね。
よろしくお願いいたします。ですので今日横浜だったよ。横浜仕事終わり21時の横浜サウザンドクラブにおった。うん、近いところにおった。しょぼん。みんなマスクあり慣れすぎて中の電距離だったのにもたえてた。あ、そう、さっきあの時撮ってた動画を見てた。ちょっとなんか転がってるみんなが可愛かったから、みんなのね写真もねちょっと遠距離だったけど撮っといたんで、笹川のカメラの中に入ってます。半蔵さんこんばんざい。アック先生 100% 飲むと口の中じわってなってこうなる。おしゃれなの裏山いいでしょう。長野行ってゲットしてきて。カメみたいな顔になっちゃう。 100% うまいっていう顔。ビコライブの話なら川崎なら可能性ある。うん、川崎。あ、でもクラブチッタあれか、笹川がいない時なんか川崎でライブあるな。都内組二十何日。次チッタまだないかな。横浜はあるんだけどな。なあ、でもバズジャパンのライブ見れたらいいな。あくちゃんお土産いろいろ準備したのに想定外のところでね、早めに見つけちゃってごめん。お守りしか出せなかった。想定外。前私と白はあれナイアガラか、ナイアガラの滝。もうすごい天才、偉すぎ、神様だ。いろんな語彙用意してきたじゃん。はい、なんか先生コロナ収束してオタクの飛沫を飛ばすのあれなので、オタクだけマスクありでいいから、さちゃん外すマスク。でも確かにチェキとかね、なんか思い出に残すのはあれだよね、やっぱマスクなしがいいよね。一級教えないもん。あ、写真によく見たら写ってるかもしんない、みんな撮っといたから。パシパシ、まあ載せないけどね。あ、こっち頭抱えながら転がってた時、あら、こっち撮ってないって話したけど。撮ってた撮ってた、うん、みんな撮った。ひなた、え、盗撮されてたよ。うん、知らなかった、みんながこうやってるところ撮ってました。ああ、その認識で大丈夫です。スムーズにことを進めるべく最善を尽くさせていただきます。早くね、あのバンザイジャパン一緒にお仕事できるようにね。え、本当にちょっとお仕事できたらすごいね。え、ちょっとみんなのお仕事とコラボレーション早くさせてください。バンザイジャパンが頑張りって話か。アク先生27日知った説あるよな。あ、そう、27かな、川崎、川崎ライブ、ライブ予定って書いたとこ。まあ川崎って言ったらまあほぼ散っただよねっていう。でも何もまだ情報出てない。川崎は会場から20分くらいのとこに。おお、仕事で行くんや。この前ねおったもんな。水パパマスクなしのかっこいいさちゃん撮らせてください。いいよ、今スクショっていいよ。ワイナリーこだわりのグレープジュース。
ほっぺかわいいね。え、ほんと正面から見た時のこの輪郭もっとシャンでしたい。こう何骨顔の骨をもっとこうプレスしたい。キューピーちゃん、アク先生、さっちゃんかわいすぎてはーえーとなりながら動揺戸惑いゴロゴロね、草むらでよかったね、いっぱいゴロゴロできてね。水パパコラボするべく会社の上司の名前を宣伝中です。ちょっと効果まだですかね、まだ効果出てませんかね。おかしいな。PC なんで、あ、なんで失敗してるんだよ。成功してよ、成功。もう二度とないチャンスなことはないけど、この前撮影からマスクなしなら、いやーね、おかしいな、おかしくないか。え、でも良き写真をたくさんありがとうございました。横顔も出してくれた鼻が、まあ、今ピシャンってしたの、綺麗に元に戻しちゃった。なんで戻すの、ピシャンってするわ。またいっぱい圧かけてる骨に。え、そのささ川さん、あ、うん、みこ仕事でよく行くよ。シャーシャー見つかる、うん、分かった、川崎中くまなく探すわ。え、でも顔分からんわ、ダメだった。まそろそろ配信終わろうかな去年採用試験用の YouTube 動画撮ってたらしくて、もう少し早く今の部署行って、さっちゃん、え、 YouTube 動画、さっちゃんも出れた説ある？さあ、ささちゃんとたくさん時間共有できて楽しかった。ささちゃんっていうの、さもレアじゃない？激レア。どうしたん？え、でも楽しかった、本当に。せんべいね、3枚食べちった。今この2枚残ってる。このマイクの持ち方ね。あれでまだ秘蔵どこにあるの、秘蔵写真。その顔もかわいい。うち誰って感じ。うん、スノリアッチョンブリケ、あれでしょ、ピノコでしょ、ブラックジャック。ブラックジャック好きで漫画もねめっちゃ読んでたからね。アッチョンブリケ、トラックを探せばいいんだね。トラックいっぱいいるな絶対。あ、何気にアバターちょっと変わってる、違う時になってる。私は気づいた、鬼太鼓になってる。笹の横顔ほんまリリシ、ほんまリリシズム。やっぱ鼻出てきた、今日めっちゃ鼻出る。お疲れ様でした、ありがとう。あれ、そういえば明日のリリーブ誰、これさ、なんだろう、リリーブ予約取ってないから、明日明後日誰が来れるのかかな。や、そう、衣装シャッフルだからね。笹毛は誰のを着るでしょうか。え、みんな楽しみやな。
もしなんか来れるよって人いたら、ただ笹川が知りたいから教えて。アク先生、女性にスポット当ててたから行けた説悔しいです俺聞いたことがある。秘蔵写真めっちゃメンズアイドル、でもメンチカにはなりたくないよまあマイク表、ああ思い出したわ、せやな、マイク表頑張ろう。ラルクアンシェンドライバーの、あ、有名曲だ。あこちゃん配信ありがとう、全部行けなくても動いてるさっちゃん見て、体調復活した、よかった、体調復活、うん、いつでもあなたのことを元気にする、会えてよかった。まあ近々会うよ、うん、会った、うん、絶対会った。帰りに通ります。仕事早く終われたら、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんハロー。待ってます明日。ありがとう配信たくさん見てくれて聞いてくれて。また会えるの待ってます皆さんに。バイバイ、マイク表やる。ちゃんと仕事する。